はい、どうもこんにちは、ツインです。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、あとコメントもしていただけると嬉しいです。今回はですね、ちょっと見てもらったら、わかるかな。わかるといいんだけど。ですね、これ、今作ってるのがですね、フィギュアライズラボのふみなさんです。お前、ふみなさん、どんだけ作ってんだって。フィギュアライズスタンダードからフィギュアライズラボからもうね、今までにね、ふみなさんもうほんとめっちゃくちゃ、もう多分ね、10は超えてるのね、明らかにね。いろいろ作ってますけども、その中のですね、フィギュアライズラボですね。まあ最近ようやくですね、入手しやすくなったということでですね、またちょっと買ってみて、で、また例によってちょっと改造しようとしてるんですけれども、いつも完成した画像、ふみなさんのね、前回かな、まあ、動画、ふみなさんの動画上げたようにですね、まあ、いつも完成した動画ね、作品紹介みたいな感じでやってるんですけれども、今回はですね、ちょっと、まあ、改造、どんな風にお前やってんだっていうことで、ちょっと紹介していこうと思います。もうすでに、組み立ててる途中、まあ、組み立ててる途中で、動画にしようと思って気づいたので、ちょっとまあ、最初からではないんだけども、ですね、まず説明すると、実はここにパーツ分割があります。まずね、ここ、パーツ分割がこのね、これだから3パーツですね。1、2、横のね、この脇のところのね、この縫い目のところかな。色が実は暗いグレーと明るいグレーで2種類、パーツが違うんですけど、今回ですね、まあ、いつものね、包鏡ですよ、包鏡。ちょっとなんだろうね、このフィギュアライズラボの方はですね、フィギュアライズスタンダード、いつも作ってる方はですね、よく作ってる方は、まあそこまで気にならない大きさの、まあ胸の大きさなんですけども、ちょっとこれなんかちょっと小さめな感じがするんですよね。なんでだろう、わかんないけども。まあなので、ちょっとまあいつもどのみちボリュームアップ多少するんだけども、今回はちょっと 大幅にボリュームアップしようということで、こんな感じで。やってます。これ、まあ今持ってるのがポリパテですね。黄色いのが、ポリパテ、ポリエステルパテっていうのかな。ちょっとグラグラするな。ポリパテってわかるかな？いつも僕よく使ってるんで、もう、僕の動画とか、あとニコニコのね、生放送とか見てる方は、またポリパテ使ってんのねって感じだと思うんだけども。まあ硬化剤をですね、こういう硬化剤を、これしかも、これが取材です。これ瓶はクレオスさんのサーフェイサーの瓶ですけど、中にはポリパテの取材が入ってます。いわゆるそのパテのね、元になるやつね。で、このこういうペースト状のですね、パテに、こういうペースト状のパテに、よいしょ、この黄色い、色が黄色なんですけど、まあ、色、実は硬化剤っていろんな色があるんですけども、今回、僕が使ってるのはこの黄色いの硬化剤なんですけども、これをまあ適量つけて、大体ですね、色がこんな感じの黄色。薄すぎず、濃すぎず。ぐらいの、まあ結構ね、目分量っていうか、厳密なね、分量比っていうのがあんまりないんですね、ポリパテって実は。ただ入れすぎるとちょっとボソボソするんじゃないのっていう恐れがあるので、入れすぎるとボソボソするし、入れなさすぎると、固まら、硬化不良が起きるみたいなことなので、割と、まあこういう、硬化剤を入れて固めるタイプのパテとか、まあ、あと塗料、まあ、ウレタン塗料とかもそうだけども、ちょっとまあ扱い慣れてない人はちょっととっつきにくいかもしれないんだけども、まあそこまで厳密な、シビアにね、グラムで 0.1 グラムとかっていうほどの差があるようなものではないです。ものによってはね、塗料とか、あとレジンとかでも、ものによってはすごいシビアなものもあるんですけども、まあポリパテとかはそんなシビアではないです。まあ、それで、まあ、練って、で、こんな感じで、だいたい盛り付けます。わかるかな？こんな感じで盛り付けてます。ちょっとね、その元どのぐらいの大きさだったのかがっていうのがわかりづらいので、あれなんだけど、まあ、もしよかったらね、Amazon とかで、フィギュアライズラボ、フミナとかでググると出てくるので、まあ、別に Amazon じゃなくてもいいけど、ググると出てくるので、まあ、ちょっと見比べてもらえばいいんだけど、まあ、こんな感じでポリパテで、で、盛るときにですね、こんな感じで、大体、結構もうこの段階である程度の形も出てる感じがわかりますかね。このぐらいのある程度感じの形で、まあ盛ってしまいます。盛るときのコツは特にないかな。まあ元のね、胸の造形、バストの造形に、まあちょっとこう、
肉好きね、まああれなのかな、リアルな人間の話をすると脂肪に当たるところだと思うんだけども、まあ、脂肪に当たるようなところを、まあ、乳袋、あと特にこの下の乳袋っていうところかな、みたいなところを意識して、まあ、持ってあげます。あと、これ言葉にしていいのかな、まあ、まあ先っぽね胸の先っぽにあるところはちょっとこういうふうに後でね、こう先っぽをちょっとまあ作りたいので、こういうふうにちょっと盛り上げ、余計にね盛り上げてあります。でこれがね1日パテ持って約1日ですね、24時間は経ってないけど、まあ、20時間ぐらいは経ってるかな。なのでちょっともう固めになってます。本当はねもっとね柔らかい時に大まかに形を出していけばいいんですけども、その方がやりやすいんだけど、今回ちょっと持ったまんま寝ちゃったので寝ちゃった後、しかも起きていろいろ作業やってたらもう24時間経っちゃったんだけど、24時間近く経っちゃったんだけど、まあちょっと硬いです。いつも作業するときよりは硬い。と言っても、まあ、そこまで硬くもないかな。そんなにね、ガチガチになる感じではないです。エポキシパテとかの方が、割とガチガチに固まるイメージがありますね。どっちかっていうと。まあ、エポキシパテもいろんな種類があるんで、すべてのエポキシパテがガチガチに、本当コンクリートみたいに固まるわけではないんだけども、ポリパテはですね、そこまで、どうかな、まあもう人によっては硬いって感じるかもしれませんけど、でまあ大体こんな感じでデザインナイフで形を出していきます。もうねこのエポキシパテを使う人もいると思うんだ、こういう改造の時にね。まあそれも好みの問題だと思う。エポキシパテを使った場合っていうのは、もうパテを持った段階である程度こうこねて鳴らして、もうそのほとんどもう造形をそこで終わらせてしまう、いわゆる粘土造形っていう言い方をしたりするんですけど、僕よく使うのはこのポリパテを使うんですけども、ポリパテの場合は結構多めにある程度こんな風に持っておいて、今やってるようにデザインナイフで削っていって、これちょっと、これね、わかるかな？これね、後で直しますけど、この黄色いの、この黄色い点があるでしょ？これがね、硬化剤なんですよ。硬化剤がね、ちょっとね、ダマになってる時あるね。これは、まあ、取っとかないと。これ、硬化剤なので、ここはパテじゃないんで、後で、このまま塗装しちゃうと悪さするので、削ってる時にこういうのが出た時は、取り除きます。うん。結構今回混ざってんね。うん、まあいいか。エポキシパテはね、こういうのがないよね。ただ、なぜ僕がポリパテを使うかというと、作業が早いからですね。固まる。もちろんその24時間ぐらい経たないと塗装とかはできないんだけど、作業を開始するまで固まって、ある程度こう、なんだろうな、そのデザインナイフとかこう、刃を入れて形を出すまでの、時間がですね、割と早いんですよ。なので、すぐに作業に移れるということで、次の作業に移れるということで、僕は割とポリパテを使うことが多いです。エポキシパテももちろん使うんですけどね。まあ、好みだと思うけどね。ただ、この、削るってことは、ゴミは出るよね、当然ね。より、エポキシパテに比べれば出るかもしれない。なので、これ削ってる分全部無駄ですからね、これね。資源の無駄遣いかもしれませんけど、まあ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 ね、やりやすさだね。粘土造形得意なことはエポキシパテで形出した方がまあいいのかなっていう気はしなくもないんだけど、じっくりこうこねて鳴らしてっていうのが得意な方はエポキシパテでじっくり、エポキシパテっていうのはまあ、もちろんエポキシパテも硬化時間早いものがあるんだけども、硬化時間そこまで早くないものに関してはじっくりね、割とそこまで急がなくない程度でこう時間かけて形を作れるんで、まあそっちの方がいい人はそっちの方がいいのかもしれない。僕はこう後でこうある程度形にしていく、この削ってって少しずつこう削ってって形を出す方が得意なので、得意というかまあ好きなので、
僕あんまり得意な作業ないんだよね 得意って今言っちゃったけど、得意っていうか、まあこれが性に合ってるのかな。でね、まあその粘土造形ならではの造形があるんですよ。そういうのがしたい場合はもうエポキシパテを使った方がいいね。で、僕もその粘土造形はこれちょっとエポキシパテじゃなきゃできない表現があるなって思った時は、まあエポキシパテ使ったりもします。エポキシパテのがね、得意なものがあります。で、ポリパテが得意なものはじゃあ何かあるのかっていうと、まあ加工がしやすいってとこかな。加工はやっぱエポキシパテに比べれば加工がしやすいかな。で、こんな感じで削ってって、ある程度形を出していきます。わかりますかね？これが、こっち側が削ってった方ね。今も喋りながら削っててるので、もうリアルタイムです。カットも何もしてないんですけども、こっちが削る前ね。ちょっとまあ一回りね、小さくなるよね。当たり前だけど、この持った状態から、こう削って形を出していくので、当たり前なんだけど、その、これがね、エポキシパテとか、あと、まあ、ものによってはスカルピーとかっていう、オーブン粘土みたいなのもあるんだけども、ああいう粘土細工でやるような造形とは、もう確実に違うのが、削りすぎちゃうと、また持ってってからなるんでね。で、今これ、ほら、さっき硬化塗料じゃなくて、硬化剤がちょっとダマになったとこ、こう、えぐったでしょ？えぐったところは、後でまたポリパテ盛るんですよ。で、ポリパテ同士なので、もう密着性はもう100%同じ材質同士でくっつくので、そこがいいとこですね、ポリパテはね。追加で加工、この持ったりした時に、剥がれにくい。エポキシパテも基本的にはそれで同じ材質であれば密着性っていうのはいいんだけども、たまにですね、まあ油分みたいなものがついていると、エポキシパテの持ったな後ね、持った後にもう一度盛ろうとしたりするときに、下にちょっと油分みたいなものが浮いてたりとかすると、その持ったところからパラッとこう、ポロッと外れちゃったりする。でも、ポリパテはですね、多少油分がついていても、もうくっつく感じです。本当にね、そういう意味では、失敗は少ないかな。で、削りすぎたらまた盛る。削っては盛り、削っては盛り。っていうのを繰り返して、だんだん形にしていきます。で、まあ形を出す時っていうのは、こうやって今見てもらえれば分かるかな、分かって、分からないかもしれないけども、分かってもらえるかな。こうだんだんね、最初の大まかな削り出しをしてからは、こういう感じね、少しずつ削っていく感じになります。これはね、あれなのよね、フルスクラッチでも一緒ね。フルスクラッチをするときも大まかに、じゃあもういっぺん、ちょっともうこっちに行こうか。こっちの大まかにこういう、もうデコボコ、明らかにこういうデコボコして出っ張ってるところってのはいらないので、こういうところはもう大きく、まず角というかね、形を大きく出していくときは、こう、大きく削っていって、かなりこう、大胆に削っていくんですよ。こういうね、ちょっと盛りすぎてるところね。盛りすぎているところっていうのは結構大きくこう、力を入れて、まああと、怪我にはね、気をつけ、削り出しっていうのは必ず刃物を使うので、怪我には気をつけなきゃいけないんだけど、まあ気をつけつつ、こういうとこね。こう、ほら、こう、もう結構こう、がっつりいくでしょ、刃を入れてね。で、ある程度の形が出てきたら、こっちみたいに、今度は少しずつこう、薄くね、ちょっとずつちょっとずつこう、ならしていく感じです。なので、ナイフを入れていくんだけども、だんだんこう、曲面が作られていく感じです。まあ、この動画に需要があるかどうかわからないけれども、まあ、もしフィギュアね、まあ、今時ね、デジタル原型とか、まあ多いんでね、そのフィギュア作りたいって人はいないかもしれないけど、まあ改造したい、今回みたいにね、改造したい人なんかで、まあ一つの参考としてね、ポリパテを使った場合はこんな感じでやるといいよみたいな感じで、ちょっと参考にしてもらえたらなと思うんですけども。よいしょ。で、だんだんこんな形で形を作っていって、
まあ大体こんなもんかな。もうちょっと細部をね整えていきたいね。なんか結構今回はまあこんなにね硬化剤の粒が混じることないんだけど、めっちゃあるね今回ね。まあちょっとずつちょっとずつ形を、でまあバランスを見るためにある程度まあ同じ同時進行で削っていった方が失敗はないかもね。ある程度ね、どっちかに集中して形を作っていくというよりは、左右左右左右ある場合はね、左右ある場合、同じようにある場合はまあ大体似たようにしていくとな感じですかね。まあこんな感じで削っていきます。でちょっとまだこう途中なんだけど、今まあ多分ね、今ちょっとしたこんな修正でどうにかなるわけじゃないんだけど、まあちょっと時間の関係上説明のためにねやります。ちょっとマスキングテープ貼りますね。でさっきあのえぐったところにこういう穴とか、あとちょっと削りすぎちゃったなっていうところはまたこうやってまあ爪楊枝とかでいいんですけど、まあパテをですね少し出して、このぐらいかな、ちょっと出しすぎかな、これでも出しすぎかな、見えてるかな、画像に見えてる。で、さっきの硬化剤さあ、これ硬化剤ね。で硬化剤を出して、これね硬化剤でもこれでちょっとそんなにいらないです、ちょっとでいいよ、こんなもんでいいよ、多分この爪楊枝の先っぽぐらい。このねポリパテのね、そうだな、今使ってて今一つもう一つい点というかいいなと思うのが、このちょっと使えるとこだね。あのエポキシパテってさ、どうしてもこう同じ量、全く同じ量を2つくっつけて固まらせなきゃいけないのと、もともとその硬化スピードが遅いので、少なければ少ないほど硬化時間遅くなるんだよね。だけどポリパテっていうのはちょっと足んなかったわ、ごめんもうちょっといるわ、さっきのはちょっと少なかったっぽい。あの今の色、この色でも固まるとは思うんだけど、一応念のために足しときます。このね今持ったこれぐらいがちょうどいいかな、薄これだとまあちょっと濃いかもし、濃い黄色かもしれないけど、まあ、あえて色を若干薄くしたり濃くしたりして、あの盛ったのか後から盛ったのか最初に盛ったのか分かるようにするっていうやり方もあったりはするんだけども、色をねある程度こうなんていうのかな、つけられることもできるね、そういう意味ではね。だからねポリパテはね、使いようとアイデアによってね、いろいろ使い勝手がいいですよ。あとあのおゆまるくんとかでちょっとパーツを複製したい時とかあるじゃない、そういう時にあのレジンとかじゃなくてポリパテをこう入れて固めることもできる。エポキシパテはね、あの流し込むことができないからね、どうしてもね。その点あれだよね、ポリパテっていうのはこう柔らかいペースト状のものだから、あのおゆまるくんとかに、まあ、流し込むというか埋め、あのどんどんこう詰めていく感じになるんだけど、エポキシパテよりは形が複製っていうほどのことはないんだけども、そのパーツをちょっと1個欲しいなった時に、使い勝手がいいと思います。なのでね、まあまあ何せよ模型、まあこれも模型って言っていいのかどうかわかんないけど、プラモも含めてなんだけど、いろんなものをね使えばいいと思います。これじゃなきゃいけないみたいなのはないんですよ。で僕もねポリパテももちろん今使ってるし、エポキシパテも使いますし、なんだろうな、レジンも使うしね、その道具と同じで、こういうマテリアル系も適材適所というか、まあ、もちろんその自分のそれもこれも道具と一緒で、自分の使いやすいとか使いにくいとかってあると思うんだけど、やっぱりその場面場面に合わせて自分のやりやすいものとかがあると思うので、まあよかったらですね、いろいろまだポリパテとか試したことないっていう人とかはですね、ぜひ試してみてください。
な感じですかね。とりあえずまあこんな感じで、まあ粗削りをした後にもう一度持って、で固まって、これがまたね、多分1時間もすれば、また刃が入れれるように固まるので、固めて、今度固まったら、まあ、刃を入れて、で、また削ってっていうのを繰り返して、最終的にはペーパーもかけて、綺麗な形にします。はい、ということで、こんな感じです。うん、というわけで、ここからもうあとは仕上げまで、ちょっと時間かかるので、というわけで、飛びます。はい、ということでこんな感じでですね、あらかたを削って、でペーパーもかけて、で洗浄もねしてきました。こんな感じで、造形しております。まああのスーツのね、一応こう裸の、胸ではなくてスーツがね、あるという状態なので、こうシワ感とかをね残しつつ、造形してあります。で見たらわかると思うんですけど、ところどころこう穴が開いてるの、これ気泡ですね。あのポリパテのまあ欠点だと思うんですよ、これは。あのエポキジパテと違って、あの空気がね、こう気泡がどうしても入ってしまいます。まあこの辺はレジンと一緒かな。レジンも気泡が入っちゃうんだけども、まあポリパテはやっぱりこう手でこう練ってる間にですね、気泡が入りやすいということで、まあしょうがないですね。でこの気泡はまあ大きなものであればまた同じようにポリパテで、埋めたりとか、あと溶きパテ、この後ですね、溶きパテを塗って、で表面処理をするんで、その時にねほとんど消えると思います。でその前にですね、またやることがあるんですよ。これですね、元の分割ライン、ここですね、ここにこの分割ラインがあるんですよ。でここが、ここかな、ここが入り口ですね。ここに入り口がこう分かるかな、こういう風に分割がされてたんですよ。でまあ、パテを持ったので消えてます。なので、これをね、とりあえず当たりをつけましょう。どんな感じにすればいいのかな？こんな感じにすればいいのかな？まあ、この辺はね、もうしょうがないんですけど、こんな感じで、当たりをつけて、これがまあ、元あった分割ラインを元に、一応ここがこう、色分けね。色分けがされているので、色分けのディティールになります。で、ここをですね、掘っていきます。で、まあ、掘り方なんですけど、まあ、好きなように掘ればいいと思います。はい、正直。エッチングノコを使ってもよし、僕はもう、こうやって、デザインナイフで、フリーハンドで、メカじゃないので、多少こうよれたりとか、こうなんていうのかな、シワが寄ってる感じは、それはそれでなんかこう逆に味になるので、こうやってですね、僕はフリーハンドでやることが多いですね。こういうふうにね、まあちょっと僕の指でね、うまく見えてないかもしれないけど、このね、こう当たりをつけたとこね、シャーペンで当たりをつけたところをこう掘り込んでいく。でここも後でペーパー、溶きパテを塗ってペーパーを当てるときに多少のささくれとか、傷なんかは消えてくれると思います。で今掘り込みを入れたので、こんな感じでラインがつきました。まあこんな感じかな。で反対側もね、同じようにやって、で溶きパテを塗っていきます。これもここだよね。まあ一応左右見ながら、こんな感じ、もうちょっと胸のこの辺か、この辺に来るか、こうだな。このね、最初のこの線ね、ここをね、ある程度決めれば、まあそんなに失敗はないと思います。で、左右そこまで対称にこだわることもないかなと思うんですけど、どうですかね、その辺はね。こだわる人はこだわってください。とか、まあ、もう胸のね、こう、形というか大きさとか、そのポーズ、撮ってますよね。なので
まあ、同じように胸を造形しても左右差どうしてもね、あの形が変わったりというか、その移動、筋肉の移動とかがあるので形が変わるのもあるの で、まあ、それはあの半分言い訳だったりするんですけど、そのこういうフィギュアの、まあ、造形をするときにあまりシンメトリーにはこだわらない方が、うん、あのいいんじゃないかなと。もちろんその明らかに大きさが違う、そのボリュームが違う、そのとかはさすがに明らかに大きな違いがあればね、違和感があるんだけど、その多少の差とか、そのまあポーズによってやっぱりこう大きく見える、左の方が大きく見えたりとか右の方が大きく見えたりみたいなことがあったりするので、その自分の目をその物差しとか、その例えばグリッド線を入れて、もう左右何ミリね、ちゃんとこうなんていうのかな、その決めてやっていくっていう風にするよりは、まあ自分の目で見て違和感がなければ、違和感があれば直していくんですけど、例えば今ちょっとこう違和感があるかなとか、あったちょっと違和感あるな、ここもうちょっと削ろうかなっていう時はこう削ればいいわけですよ。で足りなければ盛る、うん、なのであのシンメトリーにこだわるよりは、その自分の見た目とかをですね、気にあの重きを置いて、で造形してやった方が、まあ自分好みのものになるんじゃないかなと思います。まあ好み、もちろんそれもね、できっちり左右対称でシンメトリーであった方が美しいんだっていう人もいるので、その辺はまあ好みの問題だと思うんですけど、まあ、若干ねそういうこともあるので、あんまり僕はシンメトリーにこだわらない方がいいのかなと思ってます。でちょっと今見たら、ここの気泡とね、こことね、こことね、ここと、ここ何箇所かちょっと大きな気泡があるので、これだけちょっとポリパテで埋めます。これどのぐらいの長さの動画になってんの胸を造形するだけの動画だけど、どのぐらいの、まあいいか、気にしないけど、まあ、たまにはいいよね、こういう動画もね。まあ結構ね、時間かかりますよ、やっぱり。どうしてもね、やすったり盛ったり削ったりっていうのを何回も繰り返して、で自分の形を出していくので、まあ、この辺がのアナログのね、まあ楽しいところでもあり、めんどくさいところでもあるというところかもしれないね。ゴミも出るしね、こうやって削ってるね、削るこういうゴミも出るからね。これがね、デジタルね、最近流行りのデジタル造形だと、こうゴミは少なくとも出ないし、盛ったり削ったりがもうそのね、操作次第じゃないですか。数値化なんていうかな、マウス操作でやったりするんですけど、でできるじゃないですか。なのでそういうなんていうのかな、デジタルだとこういう逆にめんどくさいというかゴミが出なかったりするので、その辺はデジタルがいいなとは思うんですけど、まあただこうやってね、元の造形があるものを改造するときにデジタルってちょっと使いづらいんだよね。多分これデジタルでやろうとすると、このパーツごと多分作ることになるの、おそらく。このくっつけた、この今ねパテで持った胸だけ作るってことは、まあ多分無理だよね、デジタル今のところね、今の技術では多分無理だと思うんですよ。今後分からんけどね、今後あと何年かした時に、そのプラモデルを改造したいなって時に、そのプラモデルをスキャンして、そこにもう直接パテを持っていくみたいなね、そんな夢のような時代が来ないとも限らないんだけど、今のところこうプラモデルとかこういう改造する時はやっぱりこうアナログの手段を使わざるを得ないんじゃないかなと思うんですけどね。フルスクラッチはね、もうデジタルにかなり移行してますからね。またね、デジタルの造形綺麗なんだよね。まあそれがね、やっぱりこう今の主流ですよ。まあでもね、まだまだアナログ造形、アナログ原型やってる方多いですからね。
そのアナログ原型アナログ原型でなくなることはないと思います。あのやっぱりこう人間の手でね、やっぱりこう造形したものってね、なんかデジタル原型で作ったものとなんか違うんだよね。不思議なもんでね、割とクオリティが高いものなんですよ、あのアナログ原型でもね。なんだけどそのデジタル原型にない良さみたいなのがあったりします。もちろんデジタル原型もいいんですけどね。はい、ということでとりあえずプリパテを今あった気泡に、まあ、目立つ気泡、あと傷もあったのでちょっと今盛りましたけども、これ盛ったので、でこれ乾かして、あ乾かしてね、これでまあ5分ぐらいかな、もうちょっとかな、10分15分ぐらいすると、まあ一時硬化が始まるので、そしたらプリパテを、プリパテじゃねえや、溶きパテか、溶きパテってあのラッカーパテをね、シンナーで溶いたものなんだけど、まあそれを塗って、でそれが乾燥したら表面処理ということになります。はい、よいしょ、まあ、とりあえずじゃあまた一旦カットしましょう。溶きパテを塗って、乾燥させるところまで、終わりました。こんな感じです。溶きパテを塗ってね、こうグレーになると形とか、造形が分かりやすくなるよね。まああのあれだよね、あのリアルなね、その現実社会でこういう造形になる、ね、わけは多分ないと思うんだけど、まあその辺がね、フィギュアのデフォルメというか、あの二次元を立体にする時のデフォルメで、まあ、許しされるかな、うん、僕個人的にはこういうのが好きなので、許されてほしいんですけども、まあ、こういう造形で、仕上がってます。でまあここから表面処理ね、溶きパテのまま塗装するわけにはいかないので、あの表面がねまだデコボコ、そのパテを塗ったデコボコ感とか、まあ、あるので、これをね今から、600番、まあバカの一つ覚えみたいな感じですけども、僕は600番が使いやすいのでよく600番でやってるんですけども、600番で表面処理ですね。このディティール、一応この服のシワみたいなもディティールも造形してあるので、こういう服のシワみたいなところを、まあ、なるべくこう潰さないように、まあ、なるべくというか、まあ、潰さないように磨いていきます。で表面がこう平らにね、平らにというかその均一になだらかになれば OK なので、でこのもう削ってると下がこの黄色いのね、黄色のこのポリパテが見えると思うんですけども、これももう見えて大丈夫です。こう見えるのが当たり前ね。ここ要はこのポリパテが今でこう削って出るってことは、ここは要はこの表面のデコボコの要はちょっとこう余分に出てるところだから、こういうところはまあ綺麗に平らにする段階でまあ出てくるよねということになります。でもこれも丁寧にね、少しずつ水研ぎしていきます。空研ぎって言ってね、こう僕水つけてこう磨いてるんですけど、その水をつけない、いわゆるこの水を使うタイプのペーパーじゃないペーパーでやるやり方もあるんですけど、でまあ割とそういう方多いと思うんですけども、まあこういう特に改造してる時なんかっていうのは結構削りかす、研いだ時のねこういうパテのこう削りかすがまあどうしても出てしまうので、まあ水研ぎでこうたまにこう洗い流しながらやった方が楽なんじゃないかなと思います。ただ手は汚れるよ、うん、手は汚れる、手もあのねこのね、しかもねこの溶きパテを研いだね、この水に溶けたこのパテのラッカーパテのこのカスっていうのかな、削り粉っていうのかな、これがねまあ皮膚のねシワの間に入るとか、こう爪の間とかに入るとかじゃなくて、なんかね皮膚のね、なんだろうな、さすがに細胞レベルとまでは言わないけども、その見えないような皮膚のその凹凸隙間みたいなのに結構ね入り込むんだよね。なので、ね、洗うときね、結構あのブラシでこうガシガシ、こう石鹸つけてガシガシやんないと取れないぐらい。なのでまあ水研ぎを嫌う人もいますよね、そういうのがね。肌に、まあ、体に悪そう、そもそもね、うん、その
研いだこの粉の粒子が体の中に入っていくことはまあ物理的にないとは思うんだけど、まあ感覚なんとなくこう体に悪そうな、こうゴシゴシ洗わないとさ取れないものだからね、ちょっと体に悪そうだなっていう感じはするよね。うん、まあこんな感じで、磨いていきます。だいぶ形がこれでね綺麗に出るよ、ほらこんな感じね。うん、ということで全部研いでいこうと思います。まあカットしようかな、研ぐだけだからね。こんな感じ、もう普通にこう折り曲げたり平らにしたりとかするだけなので、別にそんな難しいことはしてないかな。このシワのところね、シワのところのこの凹凸をまあなるべくこう削らないようにっていうのを気をつけるだけです。まあこれがちょっと一番めんどくさいかもしれないね。このフィギュアの場合っていうのはこのシワとシワのこの隙間のヤスリをかけるのがすごい大変なんだよね。まあ後でねサフこの上からね、まあ肌色、僕は肌色のサフサーフェーサーを塗るんですけど、フィギュアの場合はね、まあサフである程度細かい傷は消えるので、まあそこまで気にする、うん、まあ気になる、まあむしろ気になるレベルはまあ当然ヤスリをかけて消すという感じですね。こうヤスリが消しててなんとなくわかりますよ、ここはちょっと丁寧にもうちょっとやっといた方がいいなみたいなところはね。でまあ最悪あのサーフェーサーを塗ってまだそれでもデコボコしてるようであれば、そこからまた研ぎ出しをねすればいいんですよ。あのサーフェーサーってその傷を隠すね、あのペーパーの目とか傷を隠したりとか、あとその塗装前にその色がね、今ほらネズミ色と黄色とか色、あとこのプラスチックのグレーとかいろんな色が混ざってるでしょ、この色を一つの色に統一するっていう、まあ、意味もあるんだけど、それ以上にねサーフェーサーのね意味っていうのはこう傷がね、要は消えない傷があった時にその段階であのまたやり直しというか追加で作業ができるっていう、そういうまあその後々のなんていうのかな、作業の確認のためにも使われるので。まあ、逆に言うとそういう目的がないのであればサーフェーサーって別に拭く必要はないのかなって気は個人的には思いますけどね。あの何柄何でもサーフェーサーって塗らなきゃいけないわけではないと思う。なんかねそのサーフェーサーってその今の世の中ではこうプラモデルを作る、まあその塗装をしてね仕上げる場合っていうのはなんかそのなんだろうね、もうそのルーチン化されてるというか、あの意味があってちゃんと意味が分かって使ってるならいいんだけど、なんかそのそういうものなんだよねみたいな感じで使ってる方もたまにまあ見かけるので、それはちょっと違うんよね。あの意味があってで意味が分かっててそれでも使う、できればね使いたくないんですよサーフェーサーとかね。だって塗膜が厚くなるだけだからね、塗膜が厚くなってぼってりした感じになるだけだから、あんまりね、あとその例えば航空機モデルなんかだとさ、あの細かい長谷川さんのこう航空機のモデルとか細かいこう筋彫りがぎっしりされてるじゃない、あんなのねサフ塗ったらもう後で、大変なことになるというか墨入れするときにえらい苦労するんですよ。なのでまあ人によってはね、あの筋彫りを掘り直す、さらにちょっと深く掘ってでサーフェーサーをかける人もいるんだよね。うん、まあそれはそれでいいんだけど、まああの塗装でもね、厳密に言うとあのサーフェーサーだけじゃなくて塗装でもそのそういう細かい筋彫りとかっていうのは埋まっちゃうので、そのなんていうのかな、後々のねそのそういう筋彫りを生かすような作品にするんだれば、まあその筋彫りみたいなものをした方がいいのかもしれないよね。これ今何の話をしてんだろうね。あのまあいいか。まああのこう磨いてる途中のね、あのただの雑談というか独り言だと思って聞いてもらえればいいんですけど。
まあ、こんな感じで、まあ、この今回のねこれこの造形に関してはそんな細かい筋彫りはあの皮膚のこの皮膚じゃねえや服のこの縫い目とかはあるんでそこはあるんですけど、まあでも服の縫い目っていうのは結構ねあのスケールが割とその大きいので大きいというかそのスケール的に結構こう大きい溝深い溝広い溝なのでまあ多少ヤスリをガンガンかけたところであの時パテを塗ったところで消えることはないよね消えるというかまあ埋まることはないねでこうやってだんだんほら汚れてくるじゃないもう何が分からないこんな変な感じになってくるこう汚れてる時はもうこう洗ってお水でちょっとこう洗い流してやるでそうするとまだあここまだだなっていうのが分かるのでねこれ多分ねこの胸バスト作る動画結構長い動画になってると思うんだけどまああのよかったらね参考にしてみてくださいねはい、ということで、まあちょっと完成の、もうあとはもうこれ、塗装して完成、サフ塗って塗装して完成させるだけなので、まあ作業的にはここまでです。はい、表面処理まで終わりました。ということで、まあこの辺で動画は終わっておこうかな。で、多分あの、完成したらどんな感じになるのっていうのは、まあこの動画の、なんだろうな、こう、これを今、この作業をカットして、次、みたいな感じではなくて、別動画に。あの作品紹介として紹介しようと思うので、とりあえず、まあ、バストの改造フミナさんのねフミナさんのバストの改造はこんな感じでやりましたよという動画ということで、お納めしていただけたらなと思います、皆さん、長い時間ご視聴ありがとうございましたまたあのこういう長い動画も機会があったらまた作るかもしれませんし、まあ、なるべくねホンダコンパクトにしたいんで、ね短めにしたいんですけど、まあ、どうしてもねこういうのって、ね、長くなっちゃうのでねまあ、また今度別の動画で、また何かあればね、作っていこうと思います。あのそうそうそうだからなんかあのこんなもの作ってほしいとかあとこんなことを解説あの説明してほしいと か, なんかもしあれば、コメント欄もしくはあの僕のツイッターの方のでですねあの DM とかもありますので、まあ、ツイッターの場合はねフォローしてもらわないと、DM が届かないかもしれないんですけどもまあよかったらツイッターの方の DM とかでも良いのであとはニコニコ生放送をたまにやっているのでまあ、それをちょっとまあニコニコの方もフォローしておいていただいて、ニコ生で聞いてもらう、ニコ生のコメント欄で聞いてもらうっていうのもありなので、まあもうなんか方法が、もし聞きたいこととかあれば、まあないかな。まあその聞きたいことなんてね、今ググれば、大体の答えは出てくると思うんですけども、まあ僕は僕なりのこうやり方をやってて、割とその、なんだろうなみんながやってるやり方とはまたちょっと違うようなやり方もしたりするのでそういうことでもし何か聞きたいこととかあれば、遠慮なくコメント欄もしくは他の方法で聞いてみてくださいということでちょっとまたなんか後書きが長くなっちゃったけども、次回また別の動画もしくはこの完成作品のね、動画もアップした時に、よかったらまた見てくださいでは皆さんお疲れ様でしたあのチャンネル登録といいねボタンねぜひよろしくお願いしますバイバイまたねうんもうちょっと磨きます。だいぶ磨いたけどね。